スウェーデン王立美術院1889年のアカデミー1890年の女子学生たちグスタフ3世のアカデミー来訪を描いたイリアス・マーチンの絵画スウェーデン王立美術院または王立美術アカデミーはスウェーデンの美術アカデミーである1735年にコングリガリタラカデミー園として創立され1810年に クンディーがアカデミエン FR でフリア・コンスターナという名前になった。アカデミーは王立美術研究所という教育機関を1978年まで運営した。ストックホルム宮殿の再建を行った小ニコでムス鉄心の息子で、その監督を引き継いだ政治家のカール・グスタフ鉄心によって人材の育成のために設立された。1735年5月に、 コングリがリタラアカデミエンとして、絵画学校が設立された。フランス出身の画家、業務タラバルがモデルを使って、少人数の生徒を教えたのに始まった。最初の生徒には、ヨハン・パッシュラがいた。手本となったのは、フランスの芸術アカデミーであり、著名な画家や美術愛好家が集まる場所が作られた。タラバルのほか、鉄心、建築家のホーレマンが設立メンバーとなった。 教師は初期の生徒であったパッシュや、フランス生まれの彫刻家のブーシャルド、ドイツ生まれの肖像画家、ヨハン・ヘンリク・シェッフェル、宮廷画家のオロフ・アレニウスらが務めた。1766年に議会の承認を受けて規模が拡大されることになり1768年に建築家のアデル・クランツが会議を招集し、名称を王立絵画彫刻アカデミーに変更し、 校長には彫刻家のラルシュベックを選び、版画家のパー・フラディングが事務局長となった。同時に名誉会員として王族が選ばれ、12人の名誉会員と50人の国内会員が選ばれた。国王グスタフ賛成によって最初の規約が定められた。対象の分野は建築、作図法、解剖学や遠近法理論、文化史なども含まれていた。18世紀後半には、 著名な彫刻家、セルゲルラも会員となった。デンマークの宮廷画家を務めた後、帰国したカールグスタフ・ピロが1777年に校長に任じられた。1810年に名称が王立美術院と改められた。1832年に停滞していたアカデミーの展覧会に代わる組織として、ストックホルム美術協会が結成された。 1880年にはフランスで教育を受けた若い芸術家たちによってアポナンターナという反アカデミーのグループが作られた。当初から女性は会員に選ばれることができたが女子学生が授業を受けるには許可が必要であった。1849年にアマーリア・リンド・グレンダの4人の女性画家が特別学生として美術院の授業を受けた。1864年になって 女性のためのコースが開かれ、その年は18人の女子学生が教育を受けた。その他に特筆される美術院の教師には、ケイラー、ヨハングスタフ・コラー80、806-1881や解剖学の教授で歴史的に重要な写真を残した、クルマン、カール・カーマン、1833から1913、ラガイル。1978年に美術学校は、 美術アカデミーから分離され、教育省の管轄に移された。ありがとうございます。